について、3つのくらいのキーズをやってみます。はい、問題1です。対極旗の対極あその中に対極模様があるんですけど、そこには赤と青の色で現れている。丸、あ、合ってます。中に青、上がその赤で下が青です。で、問題2です。対極旗のその外側にその黒いのが3つ4つぐらいあるんですけど、それが空と土と水と火を象徴する。丸？丸です。合ってます。で、最後です。そろそろ10月9日は韓国としてハングルの日で、ちょっと重要な日ではありますけど、その日には国旗を掲げなくても大丈夫。バツ。バツです。掲ぐ必要があります。ありがとうございます。ありがとうございました。저기혹시저랑퀴즈풀어보실래요?네네저희가지금부터탱기에대한세가지의문제를풀어볼텐데요제가하는질문에오인경우에는이오표지판에든알림이를들어주면되고요만약에정답이아니라 X 일것같다하는문제에는이 X 를든알림이를들어주면됩니다준비되셨나요?네 그럼저희가문제를한번드리도록하겠습니다첫번째문제태극기의태극문양은빨간색과파란색으로구성되어있다오오맞습니다정답이에요 네그다음두번째문제드리겠습니다 태극기의네개의괘는하늘땅물불을상징한다오오맞아요정답이에요 그다음마지막문제인데요10월9일한글날에는국기를개양하지않아도된다 X오맞습니다세가지의문제를모두맞추셨는데요그럼이제저희팀원의태극기소개영상을보시겠습니다우리나라의국기인태극기에대해서살펴보겠습니다우선태극기의흰색바탕은밝음과순수그리고전통을사랑하는우리의민족성을나타냅니다가운데에위치한이태극문양은파란색인음과빨간색인양의조합으로나타내어져있는데요이는우주만물이음양의상호작용을통해서생성되고발전한다는대자연의진리를나타냅니다네모서리에위치한사괘는이러한음양이서로변화하고또발전한다는모습을효의조합을통해서나타낸것입니다건곤감리는각각하늘과땅그리고물과불을상징합니다이들사괘는태극을중심으로통일의조화를이루고있습니다태극기역사를간단히소개하겠습니다태극기는1882년조미수호통상조약을계기로제정되었습니다같은해9월박용호수신사가고종의명을받아8개가아닌4개도안의건공감리형태로만들었습니다1883년고종황제의명으로4개도안의국기형태가발표되었습니다초기에는태극기의최초의형태에대한기록이부족하고문양형태에일치시키지못하는문제가있었습니다하지만지금은국기제작법대한민국법따라태극기의개양과선양이철저히관리되고있습니다어야이거태극기가이상한데고쳐야되는거아니야어진짜이상하네그랬단말이지한국바로알림서비스가뭔지알아보러갑시다해외기사를보고있는데아니글쎄이런한국정부에대해서이런오류들을알림이야도와줘네맞습니다그럴땐한국바로알림서비스사이트에접속해서신고하나봐요이렇게정해진양식에맞춰서작성하고제출하면은
내 손으로 한국 정보를 바로잡을 수 있답니다. 어때요? 너도 해볼쳐? 오케이, 쉽군. 굿! 한국 정보 신고할 땐 바로 알림이. 한국 정보 바로잡아 바로 알림이. 원래 있는 한국 바로 알림 서비스. 사이트는 여기 있어 알림이. 알림이. 알림이.